皆さん、こんにちは。今日は家事の合間に一番小さなオカリナ、自分で作った一番小さなオカリナを見つけたので紹介します。以前動画に出したのはこちらのこの大きさです。だいたい3センチぐらいです。で、今日は耳につけてるこれです。ピアスにしてます。2センチないですね。えー、っと、こんな感じです。比べても このぐらい違います。なんかうまく持てないからわかんないんですけど、音は、こっちがドレミファソラシドで、こっちはドレミファソラまで出るように作っています。こんな感じですね。 こんな感じでした。耳に戻します。以上です。